アユモドキは、蒸気港小イモク土場パラボチア族に分類される、魚類、日本固有種、ビワ湖、淀川水系、岡山県の高橋川水系、広島県の足田川水系では絶滅したか、ほぼ絶滅したと考えられている。同じ、アユモドキ赤のボチア族、レプテボーシア族が、インドシナ半島に生息する。全長15から20センチメートル。 体景は、側平たする。背面や体側面の色彩は、高褐色で、覆面の色彩は白。頭部も鱗で覆われる。体側面は、小型の円鱗で覆われる。側線は明瞭で、側線上にある鱗の数は127から138。上顎の分担に左右に2本ずつ、下顎の後辺に左右に1本ずつ、計6本の口ひげがある。 眼下部に左右に一本ずつ先端が二股に分かれた、トゲ状突起がある。胸びれひれ状数 i プラス12から14。背びれひれ状数 fourv8 から10。腹気ひれ状数27。尻びれひれ状数 four5。尾ひれは二股に分かれ、尾ひれひれ状数19から10。卵は、球形で、直径1ミルメートル。体側面に7から11本の暗色の横縞が、 入るが成長に伴い不明瞭になる。形態や分子系統解析からアユモドキやカボチ内を独立したか、ボチイダとする説もある。以前は、レプター帽舎属族に分類されていたが、パラボチ屋族へ分類する説もある。河川の中、下流域、水路などに生息し、低質が、砂礫や砂霊で石組みなどの遮蔽物が多い環境を好む。生息地の水質階級は、 岡山県の報告例では貧富水星もしくは貧富水星に近い中富水星 β で水温は夏季も摂氏30度を超えない水質に生息していた。そこ生のトビケラユスリカの幼虫などの昆虫、糸ミミズなどを食べる。死魚や稚魚はプランクトンや付着動物などを食べる。繁殖様式は卵生。6から9月にメス1匹を オスが一匹もしくは複数匹で追尾し、体側をこすり合わせるようにして、放卵・放生する。河川の氾濫や、水田の灌えによって生じた一時的な水場で、流れが緩やかで、陸生植物が繁茂し、一定期間水低下がない環境でのみ散乱する。体長10センチメートルの個体の卵巣内にある、吸水卵の数は300から1200個。卵は1から2日で孵化する。 生後2年で生魚になる。一方で、生後1年で生成熟したオスが発見された例もある。滋賀県の方言で、アイワダ、海土城、岡山県の方言で、アモーズ、キスウオと呼称される。京都方言で、海土城。食用とされ、琵琶湖で漁獲されることもあった。河川改修や、補助整備による、生息地や産卵場所の消失、席による移動の妨害。 水量低下などにより生息数が減少したと考えられている。カワウや人為的に移入されたオクチバスやカムルチーなどによる捕食によっても生息数が減少している。口述するように法的に採集は禁止されているが密漁されることもある。桂川水系で最大の生息地であったヤギ町の個体群は1987の1988年に 当期に越冬場所が枯渇してから生息が確認されず、絶滅したと考えられ、飼育下で系統が維持されるのみとなっている。日本では1977年に国の天然記念物に指定されている。2004年に種の保存法により国内気象野生動植物種に指定されている。休光電を利用した産卵場所の整備、歴の設置による生息環境の改善、保全調査、 保全団体や地方自治体による啓蒙活動、密漁者の監視などの保護対策が進められている。岡山県では関連グッズの販売、生息地で作られた米を鮎もどき米として販売し、売り上げの一部を保護費用に充てる、小中学校や公共施設で飼育、展示を行うなどの啓蒙活動が行われている。1992年にヤギ町と亀岡市の生息地が アユモドキの生息する灌漑用水路として、京都府の自然200選に選ばれている。一方で、京都府亀岡市では、本州の生息地の周辺に大規模スポーツ施設の建設が予定され、2013年に日本魚類学会より、京都府知事及び亀岡市市長に対し、質問状が提出された。カツラガ水系子体群での2006の2013年における、 生後1年未満の個体数は0から2236匹、生後1年以上の個体数は79から727匹と推定されている。このうち2008年は生後1年未満の個体が捕獲されず、近隣のため池から多数の大口バスが侵入したことが原因だと考えられている。 浅木川水系個体群は2010から2015年に50から160匹が産卵場所で確認されている。吉井川水系個体群の生息数は30から500匹と推定され、2015年における生息数は約210匹と推定されている。絶滅危惧アイエール異人口負荷や飼育法は確立しており、神戸市立スマ海浜水族園。 滋賀県立美和湖文化館、姫路市立水族館などで、類代飼育が行われている。大阪府水生生物センターでは、生死の凍結保存に成功している。2012年に閉館した大阪市の大阪市、水道記念館でも飼育されていたが、2018年7月までに、全滅を確認、市の飼育は終了した。大阪市は、文化庁に、 天然記念物密室届書を提出した。ありがとうございます。